Okay, welcome back to my channel again. We are back again. Okay, so today, 先生、何をやりましょうか。まあ、せっかくだからね、はい、アメリカじゃなかなかできないけど、二、は、刀、い。私もそうですね、二刀はこう、やっぱ宮本武蔵がこうすごくやっぱアメリカ人好きなんで、二、は、刀、い、習いたい、やりたいって人は結構多いんで、はい、ぜひ学んでみたいです、行きたいですね。二刀はね、過去にカズチャンネル2回、はい、やりましたね。はい、ということで、今日はちょっと、応用的なこともね、はい、やってみようと思います。わかりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でも早速ね、二刀を取り出す前に、充実で確認しますね。充実ではね、剣術屋のね、本当にチェックになるんです、ね。まんじゅう剣ってね、二刀の受けの基本がありますね。まんじゅう剣をこう受ける。しっかりこう受けたり、受けたり、受けたり見えても、この剣の重さを超えた時に、この重さにちゃんと、ね、この三角形はね、うまく取れないと、負けちゃうね。ぐっと守ってね。ああ。クロックが。力守ってそう。はい。はい。ね、じゃあ、はい、守るかな。はい。お。おお。守ったら、さっきですね。次の段階ですね。はい。じゃあ打ってきて、ね。はい。はい。守りました。守ったら、ドロップ抜けて。うわ。守ったら、ずっとこう、さばく。この、さばくとき、手で動かすとさばけないんですね。はい、守って、しっかり守って、はい、さばく。追われちゃいますってやつね。はい。はい。難しいだろ。はい。はい、さばく。どかそうと思うと追われちゃうんです。ちょっと映ってきてください。これを、どかそうと思うと追えちゃうんですね。そのただ砂漠これ、これで動き的な方向からこうなる。で手を動かすと自然と足を斜めに置くことによってこの剣が小立ち側が立つ。この動きは自然にできるかどうかは大事ですね。三角形崩れちゃう。ついつい右で頼っちゃってね。左一本でやるとまあ。ほら、これが剣が当たってる状態なの。そうすると相手は崩れてるね。左手一本でやってみたかった。さばくだけ。そうそうそう、できた。もう一回。そうそうそう、はい、じゃあローテやってみ。そうそうそう。以外にも余計なシャブが悪くてしょ。右手やつかーってことですね。あ、でもさっきより面白いし、はい、うんうんうん、あ、いい、OK、OK、 じゃあ実際二刀の動きやってみましょうかね。これもね、まんじゅう系という子たちが下になります。この状態で、はい、いけるわけですね。ふわっとこれさっきの状態、こういう感じですね。はい、子たちでやると子たちふわっとこうなる。で、子たちで押さえがいくと普通に打ってきて、はい、こういう感じで応用が効くわけですね。だから大体の三角形のこの入っていくですね。ほっ、押さえが大事です。あいつはこっち向いたらこうやって持ってください。はっ、ね、大事なのは三角形でこう押さえる。これがあると生きていく人に、ね、瞬間的にこういうことも。ラスト、はい、お、これね、そうこれね、ここから顔をまっすぐ相手の中心で右足を斜めですね。そう、送って、はい、顔を上げる。ほら、剣が落ちて、はい、自分させるぞ。 OK、 OK、 ここから、はい、おー、惜しい。お、どうぞどうぞ、出た。今すごいリラックスだったよね。そう、結局ね、力入れちゃうと、ね、やっぱり伝わってダメなのね。もう楽で、口塗って。はい。ここで楽で、楽になんでもなくて、ね、楽にできちゃう。そうすると、応用って、結局、こういうふうに応用って聞くわけです。この状態で、こう来て、ティムピーを。はい。もう、二刀ある程度、両方がね、自由自在に使えるような。
こうやってグワーってこうなっちゃうと次外れた場合終わっちゃうでしょ。だからしっかりコントロール、まあ、素振りの練習としては使い返しをねこう前やったみたいにこうやって打ち込むと、それが重さはどう動くかというと重たいね、重たいわけです。そして人の脇構えで構えをする、この状態、この時に例えばこうやると中心見えますね。おお、これはいい稽古になります。この状態からここを見せず、要するに守りながら守りながら打って、はい、しっかり守って、ね、正眼しっかり守ること、この正眼の守りを崩す、はい、向こうは正眼の守りの練習になる、はい、これだけでちょっと叩いちゃった、うん、そう、叩く重さとね、今日はあの相手の肩に響かせる重さがあって、叩く重さとこう流れちゃうね、下手すると負けちゃうわけです。相手もろ手だからね、響かせるとボンと、これで相手は開くかもしれない、肩抜けちゃう、だから次の動作ポンポン、いや重さが使える、ポン、そうそうよ、そう、面白い、はい、こうやって二刀のね、その片手での使い方もね、こういう感じでもう学ぶ、あれやってみようか、下段でこうこの状態ね、こうやって頭を出すと相手は前ごと打ってんで、これね、避けた瞬間にね、こうふわーって頭出すと全然落ちますっていう、はい、一本はじゃあどう始まりますか、ね、頭を出して打たせる、そう、うまい、やるね、はい、じゃあ最後、基本にも出ます。一番の基本の技は、万字の抜けでね。来た時に、さっき入ってたので、蹴って、ほら、これが、やっぱり一番。相手頭を出して打っていくとこう、万字を抜けて、お抜きだ。おい、最後、お願い、最後。うん。いいでしょ。これ難しいからね、優勝しませんけどね。例えばこういう技もあります。完全にこう、ね、無防備になっちゃって、ここから、その頭の上に頭ってきちゃって、あらぁ形で払う。びっくりした。そうそう、そこにすごい終わっちゃう。で、伝わってます。ああ、やられる。もう一回。払えてないな。おぉ、実際立ててるってことですよね。こう来たところ、こういう感じ、あ、こういう状態ですか、あ、こういう状態ですか、相手が一番強い打点を生む前にこうやってやると、だからこれが遅れちゃうとこう、はい、こうなっちゃう、あ、そう間に合わない、ここでやる、はい、そういう間を理解しないとできないです。わかりました、はい、いいでしょう。Okay guys, thank you for watching. What did you think this video? So, 先生ありがとうございました。伊藤はやっぱりこう、これもまたシンプルで簡単に見えますけど、めちゃめちゃ難しいですね、やっぱり。はい、でも今日また大事なところ学べてよかったです。はい、ありがとうございます。何かありますか？どうですか？はい、いやいやいや、もう私も、なんか基本を。ということで、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。